XO-5B とは、地球から山猫座の方角に850光年離れた位置にある太陽系外惑星である。XO 計画の恒星面通過の観測で2008年に発見された。XO-5B は木星の 1.15 倍の質量と 1.15 倍の半径を持っており、平均密度は水とほぼ同じ 1.02 グラム毎立方センチメートルである。スペクトル型 G 型の恒星 XO-5 の至近距離を公転しており、他のトランジット惑星の大部分と同じように、ホットジュピターに分類される。軌道を一回りするのに要する時間は 4.19 日で、主星からは 0.0508 AU 離れている。惑星の軌道は深淵に近く、ホットジュピターとしては典型的である。また、惑星大気の上部には、リチウム、ナトリウム、カリウムの雲が、深部には、計算子用の雲が存在している可能性がある。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する、機会を提供する IAU100 ネーム XWorlds プロジェクトにおいて、XO-5B は、チェコ共和国に割り当てられる、系外惑星となった。このプロジェクトは、国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、チェコ国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、XO-5 はアブセラトの XO-5B はマクロプーロスと命名された。これらはいずれもチェコの作家カレル・チャペックの著作のタイトルに由来しており、アブセラトのは SF 小説タバーナなアブセラトのに、マクロプーロスは戯曲 VC マクロプーロスにそれぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。